デイブ・ザ・ダイバー、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、店に戻るんだけど、どんどん VIP が待たされていくんだけど。大丈夫？今日は、大丈夫なやつかい？あ、来た！よかった！おはようございます、視聴者の皆さん。スター・ザ・シェフ、リポーターのゆいです。さて、今日は再びワンチャンスにお邪魔しています。果たしてどんな寿司が用意されてるんでしょうか？拙者はクラゲ寿司を用意した。クラゲ？中華料理の前菜で出てくるあれのことか。伝統の素材を使うどころか、魚すら使わずして、このヴィンセント山の子に認めてもらえると思ったか？ No way。 仮にも美食家を名乗る者が味わいもせず判断を下すのか？いいだろう。味わってみようではないか。承知した。クラゲ寿司一人前、とくとご賞味あれ。この構えはドット絵が丁寧なんだよな、このゲーム。好きだな。持っていきましょうか。少々お待ちを。これか。なんか変なお客さんって。わあ、これがクラゲなんですか？身が透明なんですね。白い斑点模様もとても綺麗です。What？ 握り寿司だと？クラゲのような素材はバラバラにならないように軍艦巻きするのが定石。シャリが固まる前に食してくれ。ちゃんと味は整えてある。こんなものがデリシャスであるはずがないが、これも番組のためだ。どれ？なんだこの曲は。ヴィンセント先生の表情が、わーちゃん、噛んだ瞬間に押し寄せる海の香りとクラゲのコリコリとした食感、そして中から音を立てて弾けるこれは飛び子、わーち、それよりは大きい、まさかキャビア、ノー、だとすればクラゲの味を殺してしまったぜ。もしや、気づいてるだな、クラゲの身の下に海ぶどうを敷いてあるのだ。コリコリのクラゲの身に海ぶどうの組み合わせとは、これは海、まさに海だ。海藻がゆらゆら漂う海そのもの、認めるしかないようだな。食材への深い理解に基づく見事な寿司だ。しかしなぜ伝統ある食材を使わず、あえてこのような知られざるネタで寿司を握るんだね。まず一つ目、単純にうまいからだ。クラゲは味が薄く繊細でありながら食感は強烈、海ぶどうの味と香りを引き立てるのにはうってつけの素材だ。そして二つ目、まだ見ぬ食への可能性、それを広げるためだ。世界には数えきれぬほどの豊富な食材が存在している。伝統を重んじるあまり、数多い食材のごく一部しか用いることは、他の無限に等しい味の可能性を切り捨てることに他だな。素晴らしいコメント、ありがとうございました、バンジョさん。さて、それでは審査のお時間ですが、ヴィンセント先生。Alright、いいだろう。では審査に入らせてもらおう。さあ、ヴィンセント先生を驚嘆させたクラゲ寿司。その寿司を編み出したこの万寿司、果たして点数は？わしはこの万寿司に80点を与えるものとする。はい？低すぎませんか？あんなに感動して召し上がってたのに。ネス、寿司は見事の一言だが、この店には足りないものがある。食事というものは総合的な体験になる。この美しい海を前にして飲み物が緑茶だけとは。ロマン、ここにはロマンと風情が足りなすぎる。故に、わしは80点を与える。そして、副賞として冷蔵庫を贈呈しよう。ありがとうございます。その冷蔵庫で冷たく冷やしたビールを飲めるようにすれば、この寿司バーは100点満点の店となるだろう。お前が飲みてえだけじゃねえか。It's perfect。 お、さすがヴィンセント先生ですね。素晴らしいし審査表です。さて、本日のスターズシェフいかがでしたか？これからはビールも一緒に楽しめる万寿司の一食寿司、ますます楽しみですね。ではまたこの時間にお会いしましょう。リポーターのゆいでした。お、金めっちゃもらえた。ありがとう。ビールももらえた。どんどんなんか俺の料理みたいになってくな。これ難しいんだよな、こういうの。お、バンジョさんすごいですね。あの気難しいヴィンセント先生に認められるなんて。舌は嘘をつけないからな。ヴィンセントの話も一理ある気がするんですよね。早速、今日からビールを売りましょうか。で、こいつはなんだ？
なんや、わしの話を遮るの誰や、うん、お客様、まだ開店準備中です。入ってこられると困るんです。博士のこと言わんといてや。久しぶりに浜辺に来たら昔のこと思い出してな、ちょっとおしゃべりしただけ。こう見えても膝に森を受けて引退。スカイリム、膝に森を受けて引退するまではイケイケのダイバーやったんや。元ダイバーさんですか。僕もダイビングを生業にしてるんです。ほらな、あんたにもわかるやろ、世界中の海を股にかける ダイバーのロマンや。サンゴ礁の海、マコクジラの群れ、イタチザメとの決闘、うん、喋っとったらあの料理どうせの食べとうなってきたわ。何の料理のことですか。ガキの頃わしが住んどった漁村名物やったウツボカレー。ウツボってあれ取れんの、うん、あの味が今でも忘れられんのや。あんたがあの料理作ってくれるならわしがいいものをプレゼントしてる、うん、ウツボカレーか。ウツボは家にかけちゃうのでつかめられませんよ。どうやって手に入れればいいんですか。あんたダイバーのくせに魚の生態っちゅうのがまるで分かっとらんな。ウツボはな、夜行性やから夜にしか動かんのや。あんた海にダイビングできる装備を持ってへんのか。ああ、ちょうどライトが手に入ったところですけど。それさえあれば問題あらへんがな。ウツボは夜行性、ナイトダイビングでウツボを取ってわしの願いを叶えてほしいんや。うん、久しく海にダイビングをやってなかったけど、せっかくだからやってみようかな。めっちゃ怖いよな、暗い海。へえ、あ、でも営業時間あるもんな。え、行く？ウツボ結構近くにいたよね。行くか。3分の1を消費しますか。怖え。これイタチザメなんだ。じゃあホウジロも絶対いるじゃん。やば。はい。怖すぎここ。はい。やばい。ちょっと待って。近い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 。おこうぜ。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。多いんだって、多いんだって。何匹取らせるんだ。光線的なやつが増えんのか、夜は。いや、このままで行こう。ウツボ、この辺にいなかったっけ？ハリセンボンもなんか光線で気になってるよね。よし、ウツボか。ウツボ、ウツボ、うわ怖え。あ、ウツボいるじゃん。俺のなんだってそれ。ごめん、ちょっと待って、消える消える消える、消えた消えたんだけど。くそが、やば。消えたんだけど、どうしてくれんだ。ちょっと待って、いや、もう無理だ。あ、いけた、いった。ちょ、なんだなんだこいつら。え、こんなちっちゃい魚も襲ってくんの、夜って。また消えるだろう。黒ヘリメジロザメ。ちょっと、
弾もねえんだけども。うつぼ。うつぼ。ああ、銃がある。サメもいる。ライトニング森崎。ライトニング森崎じゃ、うつぼいけるかな？どうだろう？いけるか。はい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 。うつぼ。せっかく勝ったのにな。ポイズン森崎。ポイズンか。重火器欲しいんだけど。重火器が、重火器を拾った直後に、ウツボに出会うのが理想。それが理想。ん？ああ、強化か。弾もこれで。あ、来た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 。来た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 。来た。よしよしよし、邪魔だ。あ、ウツボ近づくだけでよかったのか。くっそ、もったいないことした。じゃあちょっとなんか、ちょっとなんか取って帰るか。いや、このまま帰った方がいい気がするな。日本刀があればあいつらやれるな。舐めやがって。ほら。はい。はい。よし。これ潜っていくの本当に怖いな。結構苦手かも。これリアルテイストだったら、本当に無理かもな。怖いよね。なんかそういう海のゲーム、なんだっけ、あったけどさ、あれ多分無理だろうな。来た。設置型センター、センサー爆弾。もうちょっと降りるか。そこに帰れるのがあるから、もう一段階降りるぐらいは。ライトニング森崎か。被ったな。今武器が欲しいんだけど。おお、イタチザメ。やばい。ちょっと待って、ちょっと待って。待って、待って。待って、待って、待って。これは、ダメです。いや、ダメ、ダメだ。危ねえ。早く、早く、早く、早く。助けてくれ。危ない。死にかけた。よし、オッケー。ウツボ振る舞ってやろうぜ。美味しいのかウツボ。あれっていうか作れるの。あ、ある。出すとっか。めっちゃある。
これ強化しといて、これも強化しとこう。10以上あるやつは強化していいな。そんな売れないしな。はい。これでこんなもんにしと、なんだこれすごい寿司だな。この背びれのサイズだったらめちゃくちゃでかくない？この寿司。よっしゃ、出して、 OK で、これを、これはあれか、自動供給しとくか。自動供給、自動供給。でかい寿司はいっぱい作れんのか。はい、どうぞ。すぐに、あ、これは俺が行かないとダメなんだな。はい、おさん、そんなに弱かったか。若かった。お袋の味ってやつだったのかこれや、この味や。気に入ってもらえたならよかったです、うん、あの頃の思い出が蘇ってくる味や、うん、わしの故郷の村でな、病気のおかげの世話しとった青年がうつぼに噛まれて海に出れんようになったんや。その時、若干12歳のわしが漆黒の夜の海に出向いてな、そのうつぼの口の中に森をビシッと突き立てたんや、うん、取ったうつぼを青年のおかんに渡してやったら、お礼にと作ってくれたのがこのうつぼカレー。あのおかんの温かい眼差しを思い出してもうて、目頭が熱くなるわ。とにかくごちそうさん、めっちゃうまかったね。そうか、で、あ、そうそうそう、それおっと、いいものをプレゼントする約束やったな。思いに浸ってうっかりするとこやったわ。明日の朝、この建物の裏の空き地に来てみ。空き地？ちょっとやばい、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 お客さん、お客さん、ごめん。お茶待ちのお客さんが。めちゃくちゃ申し訳ないね、これ。あ、ちょっとやばい。ちょっと待って、待って、待って、待って。待ってくれ、待ってくれ。早い。でもお茶っつって、お茶出てくるの遅かったら嫌だよな。待ってくれ、待ってくれ、待ってくれ。やばいやばい、やんま。うわ、すごい勢いで帰っていった。いや、いや、つら。にぎやかであるな。にぎ、まあ、にぎやかね。あ、ゴールド上がった？まだか。アジスコアの最大値が上がってないのか。営業終了。ちょっと下がったなぁ。そうか、3分の2しか営業してないからそりゃ下がるか。にしては多いぐらいだったな。一人で完成させるつもりだったが案外大変でな。ダフにいくらか助けてもらったんだ。ダフの協力のおかげで君の話も魚人語に翻訳して伝えることができるぞ。お、そうなんですね。彼らが何を話しているのか僕も気になります。とりあえずもう一度魚人族のいた場所に行ってみますね。おい、はい、ということで、じゃあこれ一旦区切れない区切るか、区切りましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。